皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2021年公開の、G.I. ジョー、漆黒のスネークアイズ。現代、スネークアイズ、G.I. ジョーオリジンズ。監督はロベルト・シューベンケ。脚本は、エヴァンス・クリオト・ポーロス、ジョー・シュラクネル、アンナ・ウォーターハウス。主な出演は、ヘンリー・ゴールディング、アンドリュー・コージ、阿部遥、など。日本の闇組織から命を狙われていたトミーを救ったスネークアイズ。それがきっかけで、彼は日本の秘密忍者組織嵐影への入門を許可される。だが、嵐影は悪の抜け人集団と国際テロ組織コブラの連合軍による攻撃を受けることになる。というストーリー。人気が高いスネークアイズを主人公にした、G.I. ジョーシリーズのリブート作品。ビジュアルはところどころに光るものもあるが、スネークアイズ本人の人間性が魅力に乏しく、そもそも行動に正義がなく基本的にクズなのが致命的。といってもキャストが悪いわけではなく、逆にトミーの物語はなかなか良かった。また、G.I. ジョーやコブラの話への絡め方は無理やり感が強すぎる上に、ストーリー的にほとんど意味がないのが残念。ということで、評価は。Thumbs down.